ちゃん、よしき、じんちゃん、あし、はんたろう、あまとう、たかしでーす。あまとう朗読絵描き歌から私が絵描き歌を朗読します。皆さんはその朗読を聞いて絵を完成させてください。完成。その後自分が描いた絵が何の絵だったかを答えて、正解なら20ポイント、正解者がいなければ正解の絵に一番近い人に10ポイントが入ります。最終的に一番点数が低かった人には罰ゲームが。最下位にならないように頑張ってください。はい、早速やっていきましょう。もうでもこれ本当に俺からしたら絵描き歌なんてもうへちゃらですよ。まあみんなやってきたでしょ。そうそうそう、まあ、だって絵描き歌って書き字教えてる。まあ図解ってちょっと見たら、ああ、いや余裕よ。あの言った通り作れば描けると思うので、じゃあまあもう一回見てみましょうか。行っちゃいましょう。朗読させていただきます。はい、ありがとうございます。風船が飛んできた。壊れちゃった。風船が飛んできた。針の先がチクチク、ペンの先がポタポタ。なになに、ドクロかな。コブが2つボコボコ、まるまるじゃん。さあ、ああ、皆さん待って、どうですか。風船が飛んできた。針の先がチクチク、ペンの先がポタポタ、ドクロかな、コブが2つボコボコ、まるまるじゃん。おお、待って、できた。お、できました。おった。いや、これ2個あんだよな。まずはじゃあ、あきちゃんから発表して出してもらいましょうかね。はい、何を書いたんですか。イエロー。すっげえ怖い。すごいな。すっげえ怖い。あー、すごい。アッシー行きましょうか。何書きました。コア。あ、かわいい。コアの風船。じゃあ、じんちゃん、何を書いたんですか。冒険。え、冒険の書。ドクロかなんだけど、絶対ドクロ書いてない。待って、みんな絵描き歌って知ってる？お、じゃあ、よしき、何描いたの？キティちゃん。ああ、まず風船だから、風船ってこうなってるわけじゃん。風船はそうなってない。なってない。で、チク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 でしょ。おー、なるほど。で、ポタポタって知ってます？黒塗りなんですよ、大体の絵描き。おお、はいはいはい。ドクロっていうのはやっぱこの辺がドクロっぽいよ。こうやって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 ドクロっぽいよ。待って、ミーフィーじゃん。え、待って、ミーフィーって山が2つでしょ。ミーフィーじゃん。どっち行く？ミーフィー。答えはこちら。風船、はい、針の先がチクチク。針の先どこにあるの。ちょっとわかんないですね。針の先がチクチク。目でしょ。やっぱ目なんだね。ドクロかな。ドクロかな。これがドクロかな。目がドクロの形だね。ボブが2つ、ボコボコ。答えはパンダちゃんでした。でもさ、見た目できたら俺を消す。さあ、みんな追い上げてこうぜ。見て、だってパーツは同じやで。ほら、ほら、確かにちょっと、ほらほらサイズ感も似てる。でもやっぱ動物、動物ですよ。一番近い目、目チクチク。あ、痛いよって。あ、そこ大丈夫。ここは大丈夫。俺動物家庭って言うんだったら動物家庭だし、俺ちゃんと形保ってるよ。いや、俺だって動物家庭みたいなもんよ。これピエロっすって。いや、ピエロじゃないかもしれない。いや、でもね、一番近いから。いや、俺もパンダだと思ったんだよ。これね、アクションだと思う。やったー。近いのね。形強いよ。でもこんなこと起きるから。こういう感じなんだね。意外に強いかもしれない。さあ、じゃあ行きましょう。2問目。言った通り書いたら書けますから。そうですね。そう、行きましょう。はい。雲の布団に雲の枕、夢を見た夢を見た、涙とおねしょで目が覚めた、ジャブジャブ洗濯。わーい。雲の布団に雲の枕、夢を見た夢を見た、涙とおねしょで目が覚めた、ジャブジャブ洗濯。わーい。言ってるの。さあ、皆さん、これで出来上がるはずの絵がありますので、描いた絵から、ね、推測してこれじゃないかっていうのもありですから、いきましょうか。それじゃあ行きましょう。あきちゃん、何描いた。イモムシ。あー、まあ、でワーイをワーイで、絵をワーイで、最後のね、そう、夢を見たバババババって、ワーイ。いや、いいよ、感受性があって、はい、じゃあ、アッシー、何描いた。ピカソ。ダメんなよ。え、ピカソじゃないの。え、目が覚めた。そっか、目が覚めたってのは目開けてるってことだもん。わーい。手上げて、わーい、わーい、わーい。さあ、じゃあ行きましょう。今回自信あります。お、何描いたの。羊です。
どこが違う、これは違うよ、これ雲の布団に枕書いてあった。枕のところは涙や、布団の下の方はおねしょや。目が覚めて洗濯したのでぐるぐるしてる、これは本当は角だったんやーってここで気づいた。羊がだから目が覚める。え、全然ずっと何が一個も入ってこない。怖いんだけど。じゃあ、これでもなんとなく自信ある。お、だからジンと方向性似てるけど、羊の水浴びちゃん。あ、なるほどね。羊じゃなく、じゃない、羊の水浴び。水浴び。はい。おねしょは水たまりだ。そう。そういうことか。さあ、じゃあ行きましょう。じゃあ、今回の答えは羊です。よっしゃ。よっしゃ。これが出来上がるはずの。ジンはね。近いの。俺は俺の近いの。いけるかなじゃないよ。待って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 、めっちゃバカにしてたのにわーやってんじゃん。おっと、おっと、おっとるわ。さあ、というわけで、まあでも正解出ちゃったので、ジンに2ポイント。これはヨシキは水浴び15ポイントくらいないです。10あげる。10ぐらいいる。やったー。水浴びも10。やったー。それそう、もう絶対ジンはないと思ったのに。まあ俺も当ててるみたいなもんですからね。どこかで。はい、わーいの考え方は合ってた。さあ、じゃあ3勝目いきましょう。こう、星がもう一つあったとさ。はい、しとしと雨降り、はい、これなんだ。星がもう一つあったとさ、しとしと雨降り、はい、これなんだ。いやでもね、俺はほら読んでるだけだけど、わかるっちゃわかるよこれ。うん、こっち、ちょっと待って、来たはいはい、やばい、覚えちゃったかもしれん。あれ、お、行けた。じゃあ、パンちゃんから行きましょう。いい、何書いたんですか。当てるんだもん。いちご。気持ち悪い。星でしょ。星が一つあって、雨がしとしと降って、と、いちごのこの…なんだろう、気持ち悪いよ。まあ、いちごですよ。さあ、じゃあ、アッシー、何書いたんですか。飛行機。もう一つだ、二つあるのかな。あ、なるほどね。飛行機、これ。飛行機。飛行機。UFO とかのがまだわかるけど、ね、どっちだ。それが言いたかった。でも飛行機だよ。でも飛行機だよ。さあ、しんちゃん、何書いたの。人手です。まあ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 、そうだな、それは安易だよな。わかるわかる、人のに厳しいな。一回通過した、一回通過した。俺もそう思った。俺人手なわけないと思う。さあ、じゃあよしき、何書いた。だから星がもう一つあったと。星が2個ある。ああ、やっぱそうだ、ね。で、雨降りたあと水溜めやな。行くよ。人出番。ね、人出番って何？ポケモンだよ。ああ、ポケモン。モンスターね。あ、モンスターでいるんだ。いやー、それはないんじゃない。さあ、じゃあ答えいきましょう。答え、イチゴ。ほら言った。ほらだよ。なんでそうなんの？ほらー。いや、ホラーとかじゃない。言ってる意味は長いんだけど。一生じゃない。一生悪い。いや、そういうあのイチゴの種類はいろいろあるじゃん。でこれとちおとめだとして。これとちおとめ、ひと目惚れ。とめとめの音で皆さんすいませんでした。いやでもこれはまあ読み取れてますよ。これすごいよな。マジでできない。アクションみたいに結構素直に書いた方がまあそうできる。そうなる。だからね、考えすぎよ君たち。もうちょっとあのね、言われたことに対してちゃんとそのまま書けばいいよ。さあ、いきましょうか。はい、4問目、もうこれはもうパパッと、はい、行きましょう。行きたいと思います。はい、行きましょう。兄ちゃんが3円もらって豆買ってくちばしとんがらして何々の子。兄ちゃんが3円もらって豆買ってくちばしとんがらして〇〇の子。行きましょう。あきちゃんは何を書いたの。パンダのリンリンとランランみたいな。ここだよ。で、また戻ってくるパンダ。アシーちゃん、何書いたの。芽が出たばっかのジャガイモ。それを書かせようって思う絵描き歌ってなんだよ。じいちゃん、行きましょう。何書いたの。アヒルの子。アニっていう感じが。あー、そういうことか。ヨシキ、何書いたの。多分、蚊じゃないかな。蚊。いや、あのやっぱ感受性なのかな。行きましょう。来た。答え。来た。アヒル。あ、じゃあ、兄ちゃんが、あ、ほらほら、待て、待てじゃん、待てじゃん、くちばしとがらして、うん、アヒル、アヒルの子。あ、気持ち悪い。合ってるやん、じゃん。合ってるやん。
兄ちゃんっていうのが多分兄を書いてっていうのができてないとダメだ。ちょっと待って、俺これね、俺言える。どうなんですか？兄で、じゃこれこうでしょ。三を書いてるで兄ですよね。どうです？え、で、アキは何を書いた？これアヒル。アヒル書いた人何人？アヒル今書いた人。はい。アヒルって言ったら確かにじいちゃんなのよ。合ってるけど10ポイントでいい？ね、さあラスト問題、はい、行きましょう。トップじいちゃんちゃんで3ポイント、はい、いけますね、足が0、答えられないと敗退で罰ゲームね。罰ゲームですか、うん、であれアッシーはかすってないのよ。いや、そもそもね、そもそもずっと違うところ歩いてるから、ちゃんと歩いて。そう、何も分かんない。行きましょう。よし、ミミズが傘さしてデート、愛の架け橋、流されて船で旅立つ、読みの国。ミミズが傘さしてデート、愛の架け橋、流されて船で旅立つ、読みの国。さあ行きましょう。書けましたね、パンちゃんから。はい、何書いたの？バーベキュー。アシ、何書いたの？ピカソ。さあじゃあじんちゃん、何書いたの？スルメ。お皿の上に乗ったスルメ。あー、スルメだね。じゃあヨシキ行きましょう。ヨシキ何書いたの？食べかけのスイカみたいな、タマみたいなね、サザエさんの東芝みたいな。さあというわけで皆さん書けましたので、はい、これでアッシーが一番近ければ同点決戦あります。行、はいはい、きましょう、はい、正解はお化けです。お化けです。あー、読みの順位をストレートにね。ほら、傘さして、水が傘さしてデート、流されて、愛の架け橋、愛の架け橋ができたんだ。船の船、お化けです。お化け、どの角度も無理だよ。そいつの横顔ってことになっちゃう。ちょっとお化けに見えてこない。はい、もうこれは本当にダメ。これダメ、みんなダメ。はい、そういうわけで全員不正解で足罰ゲーム。しょうがない、これは。ちょっと面白くねー、慣れないのよ、これ。じゃあ、さあ、じゃあ行きましょう。罰ゲーム、お願いします。こんばんは。あ、待って、ね、書いた方がいい？いいですか？今、絵描き歌って、待って。はい、見ました。ピカソ。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、僕たちがワールドスイーツトレンドアイドルうまんとダッシュでした。せーの、ごちそうさまでした。